やったやるじゃないかベック。おいミリアム、君もそう思うだろ。落ち着けよサンダー、ベックの力はまだまだこんなもんじゃないさ。コール、ベックが取り込んだセルのデータをこちらに転送してくれないか。そいつらを解析すればロボットたちが暴走した原因もわかるかもしれない。了解です、ドクターホワイト。ところでサンダー、ここに来る途中チェリーダイナミッツの記者会見を見たんだが、あそこの社長さん、ロボットたちの暴走はドクターブラックウェルの仕業だと言ってたぞ。そんなバカな、あの天才博士は今や囚われの身だろう。アメリカ中のロボットを一斉に強制停止させるなんてバカな真似をしたせいでな。それも今回と同じくバトルコロッセオの開催中にね。あのサイバーテロは一体何が目的だったんだ。あった、話がそれたね。いくらあの博士が天才でも牢屋の中からこんな大それたことできっこないさ。私も同意見だ。ならばミスターグラハムはなぜ。私は解析を始めよう。君はそのままベックのサポートを頼めるか。オッケー、何か分かったら教えてくれよ。次の目的地を選んでくれ。
機の復旧を優先する。お前はクライオのことを頼む。Play it!